はい、まあ、まあ、先日ね、まあ、ある金融機関の、ね、人と話しててさ、で、なんかね、金融監督庁がね、調査に入ったらしいんだよね、去年にね。で、その金融監督庁のさ、人たちがこう来てね、いろんな話をこうさ、するわけだよな。で、この金融監督庁のさ、その調査に入った人って、実はさ、その、まあ、官僚だよね。まあ、いわゆる金融監督庁っていう、まあ、官僚だよね。で、その中にね、どうもね、実務者がいないみたいなんだよね。でさ、金融監督庁ってこうトップがいてね、でこれがさ、このいろんなことを考えてさ、ルール作りをするよね。でこのルール作りに沿って金融機関っていうのは動いてるわけだ。でこの金融機関の人たちはさ、その指導を受けてやってるんだけども、その指導っていうのはね、どうもトンチンカンらしいんだよ。例えばさ、アパートの評価ってどういう評価なんですかって言うじゃん。で、東京でさ、例えば 5.5% するよね。で、じゃあ、埼玉でさ、なんで 5.5% じゃないんだっていうことを言うらしいんだよ、どうも。それさ、我々プロから見たら当たり前のことじゃん。それキャップレートっていうさ、そもそも論のその基準、要するに基準があってさ、当然その地域の相場があるわけだね。当然不動産の場合は南道路と北道路ではさ、土地の評価違うし、過渡地と過渡地じゃなかったら評価は違うわけじゃん。で、それすらわからないらしいんだ、どうも。それでよくよく考えてさ、昔ね、まあ、某大手のさ、まあ、メガバンクの人が、まあ、この会社に来てね、まあ、34人くらいさ、僕が全部、不動産のさ、投資の理論を教えてあげてさ、でそれがきっかけとして、まあ、不動産の投資のさ、その融資をもう積極的にやりましょうってなって、で、まあ、まずはうち限定でさ、少しずつやってたところが全体的にわーっといったわけだ。で、それで今はすごい厳しい状況になって、不動産の投資に対してのさ、融資はさ、そこの、ね、メガバンクはほとんどもう無理になっちゃったわけじゃん。で、その無理になっちゃった理由って多分、そのね、一定の基準を決めたらその枠にはめようっていうさ、そのなんとかなスタイルが横行してるっていうかね。だから当然だけども、東京都内でさ 6% だったら、ね、要するに、地方物件で 12% だったら 12% 物件は、ね、有利だから、そこに融資しちまいって話で、結局どんどん地方の物件に融資しちゃって、空室損だとか稼働率だとか、ね、あと経費率だとか、まあ、そういうものを計算しないわけだね。まあ、例えばさ、ね、今、日本海側とかさ、まあ、北海道あたりだとすげえ雪積もってんじゃん、ね、この辺雪積もってる？積もってないよね。運営費どっちが高いの？当たり前だけど北海道が高いんですよ。だって雪解けなきゃいけないしさ、あんな管理しなきゃいけないしさ、長靴でズタズタさ、エントランス入ってくるからそうしなきゃいけないよねっていう、そういうコストっていうものを計算しなきゃいけない。で、本来はそういうコストが上がったら家賃は上がらなきゃいけないんだよね。管理費も上がらなきゃいけない。でもさ、この不景気でさ、上がらないんだよ。だから結果的には運営費が、ね、低い首都圏が有利になっちゃう。で、キャップレートも当然だけども首都圏の方が低くても要するに売れちゃうっていうことが、まあ普通我々常識的に考えたら分かることじゃん。で、ところがね、実は分からないんだ。だから例えば今ね、耐用年数ってあるよね。でさ、税務署がさ、勝手に法定耐用年数決めてるわけ。木造は22年、ね、鉄骨は30年、もしくは27年、ね、あと、なんだっけ、鉄筋コンクリートは47年、ね、で、ってことは、法定耐用年数がその年数だから、当然だけども、ね、その法定耐用年数でこの物件の価値はゼロになるという、ね、くだらない理論が、要するに世の中に、とか、金融機関の方で言っちゃってるからさ、当然、ね、税務署と金融機関は同じ、ね、財務省だ。だからそういう中でさ、ね、そういうルールに基づいてさ、融資を決定するから、だから築年数がちょっと古くなると、もう融資がつかないから、土地の不動産の価値がなくなるっていう、くだらないことを言っちゃうわけ。アメリカ行ってみ、ね、先進国でさ、そんなバカみたいなところで言ってる人、誰もいないですよ。当たり前だけども、ね、この物件はあと何年持つんだろうっていうのは、金融機関も調べるし、ね、その運営する会社も調べるし、あとは評価会社が決めることじゃん。だから毎年毎年とか、ね、要するに10年に1回とか15年に1回とか、ね、要するにメンテナンスのさ、要するに仕組みを考えて、ね、木造だって100年持たせようとかさ、ね、鉄筋コンクリートだったらね、150年持たせようとか、当たり前だけどそんなことずっと考えてるわけよ。
で持たないんじゃない、建物は壊さないことを前提として、あの要するに投資計画を立てるわけ。日本は建物をた、ね、壊そうが壊すまいが法定耐用年数ってバカげたことで決めちゃうから、要するに融資がつかない、だから不動産が動かない、だから不動産の価値が下がる、ね、っていうことを押し下げてるのは自分たちなわけ。それでかつ、ね、あの担保用価がさ低いとか始まっちゃうわけじゃん。あのね、俺頭おかしいとしか言えない。今回ね、税制のやつ見て分かるところに、ね、当たり前だけどさ、ね、このね、決めてる人たちがね、頭おかしいとしか言いようないよね。法人税下げる、ね、要するに、人件費を上げた会社に対しては法人税下げる。これね、人件費を上げられる会社、まあ、うちみたいな会社ね、毎年人件費上げてるね、上げられる会社ってさ、体力ある会社なんですよ。だから体力あるんだから、ね、逆に言うと税金をね納めないためには人をいっぱい雇ったり人件費上げたりするのよ。ところがさ、人件費をね、要するに上げたところにはね、要するに法人税を安くするって言ったら、儲かってる会社はまた儲かるんだよ。で、儲からない会社はみんなダメになるんだよっていうこと。中小零細はね、要するに減税受けられないんですよ。むしろ中小零細は減税どころか税金を納めてないんだよ今。多分7割8割が納めてないんですよ、日本の企業ってのは。だからそこでさ、納めてないからね、あの減税してやるって言えばみんなが納得すると思うわけ。だからその代わり消費税上げますって話じゃん。よく考えてごらん、あのね、今ね、まあうちにも外国人の人ね、社員の人いるじゃん。買い負けっていうことが起きてんだ。買い負けって何かっていうと、まあ一つはマグロだな、あの遠洋漁業で、ね、あの要するに、まあ、昔は岬からさ船が出て、ね、1年間かけてさマグロ取って帰ってきて、それで一つの商売してまた出かけるわけじゃん。でそれで向こうで取ってきたのは日本の要するにあの国の船が取ったものを持ってきてるから、ね、要するに為替の問題ないし買い負けがないわけ。ところが今違うんですよ、向こうで取ったものを競って買うじゃん。競って買った時 今、昔マグロは日本人が一番高く買ってたん。ところが今回のね、あの正月の競りだってそうじゃん、あれ外国の資本の会社がいっぱい来てるわけ、ね、でそれでさ競り勝っていっちゃうんだよ。で競り勝つということはどういうことかっていうと、入札で一番高いやつが物を落とす、ね、形になるよね。これ資本主義の大前提と思うじゃん。とは違う、日本は、ね、円高だったの。だから円高だったから買い負けしなかったの。でガソリンもそうだよね、原油もそう、すべて、ね、今日本は円高だったから買い負けしなかったんですよ。これ10円円安になってみ、20円円安になってみ、全部買い負けするよ。ってことは買い負けしないで食料を確保するにはどうしたらいいかって言ったら、全部これ高値で買わなきゃいけない。もうね、消費税が上がるのと合わせて、ね、要するに物品価格はめちゃめちゃ上がると思うよ。でこれはね、要するに、僕は、まあ、15年くらい前から言ってるので、ハイパードマネーに基づくインフレね、要するにお金が供給されることによって起きるインフレなんですよ。それは何かって言ったら、お金を供給すると円は安くなる、円は安くなると輸出産業が良くなるんだよ。輸入する、我々輸入に頼ってる国民のね、要するに可処分所得はから要するに経費を引いたものが、ね、要するに預貯金なんだけど、この個人のね GDP は上がらないんだよ。あの要するに、マネサプライは上がらないんだよっていうことになっちゃう。だから国民はこれからねどんどん貧乏になるよっていうことで、あの金持ってる人と貧乏人の格差がどんどん開くじゃん。でね、これで結局どうなるかっていうと、金持った人はみんな海外に行っちゃいますよ、今のままでいくと。だって所得税ね1800万超えた人に対してはまた 5% 増税ですよ。で、あの儲けた金というかさ、会社、まあ我々経営者そうだね、会社で儲けた金から税金半分持ってってさ、で我々経営者とか社員からまた税金、ね、2割3割、ね、最大で、ね、あの 45% 持ってくるなら 20% くらいしか残るお金ないじゃんっていうことじゃないの。でだからね、これはねちょっとね、僕は思うんだけど、相続税もね今今度 50% から 55% になりますよ、ね、じゃあ、ね、この人たちがさ、ね、要するに、今まで維持管理してきたコストどうなっちゃうのってこと、ね、で、ね、地方の地主さんたちどうなっちゃうのってこと。今まで一生懸命この土地をね維持管理してさ、お金かけてやってきたじゃん。で、亡くなった途端に国が半分以上持ってっちゃうんだよ。これね、あの僕ね、これから地方格差どんどん広がるような形になってくるのと合わせて、ね、あの国民のさ貧富の差が激しくなる。そうするとどうなるかっていうと、今度ねそいつをさなんとか助けようっていう、なんかこうね政治的な配慮があるじゃん。
で今ね、働く人と働かない人、働かない人の方が可処分所得高いんですよ。税金取られないから。で、あの要するに、病院行ってもさ、お金取られないしさ、ね、あのタクシー乗ってもお金取られないしさ、ね、確かにね、ちゃんとしたそのね、あの生活保護の基準の人だったらいいよ。関係ない人まで生活保護もらってさ、でそのお金どっから取ってるのって我々から納めてるんですよ。一生懸命働いた人が要するに報われない社会に突入しちゃったってこと。これね、ね、我々は住宅を、ね、売る立場からいくと、今回の、ね、住宅政策、ね、まさにね、いいとは思うんだよ。でもね、それじゃなきゃ成り立たない住宅政策なんかありえないでしょ。だってさ、お金がない人にお金あげるから買ってくださいって言うんだよ。そんなのあんの？ね、このお金どっから出てくるのよ、ね、我々が稼いだお金から持ってっちゃうんだからね、そんなの許されんのってこと、ね、で僕は思うんだけど、ね、社会構造の中でね、あの昔ね、あのみんなが知ってるかどうかわかんないけど、ね、帝国大学があったね、それ今東大になってるんですよ。でこの人たちはエリートを育てるため の,、ね、あの専門教育を受ける人なんだ。でね、エリートはね、確かに必要なの。要するに我々がと違う次元のことをね、研究したり、ね、あの政治的な配慮に落とし込んだりする人はいるんだよね。ところがこのエリートの人たちがね、勘違いしちゃってる。社会知らなくても平気になっちゃってる。で結局困った人っていうか、で要するに、社会の中で要するにね、バランスを欠いてるってこと。で結果的にエリートどんどん育っちゃった、で公務員どんどん増やしちゃった、でそれであの、ね、多数権の世界の中で票をいっぱい取るようになった。でその中で出てくる今度組合の人たちとかいうのが、ね、全く自分の意思と関係なく票を入れるようになっちゃった。だから今はこのね、あの強権的なね、社会があのできつつあっちゃったってことでね、あの今ね、ちょうどこう政権が交代したからね、みんなこう追い風になってるね。僕はいいと思うんですよ、これ。だけどね、やり方間違えちゃまずいですよってこと、ね、でそれはね、やっぱ金融政策をするんであれば金融の仕組み全部変えなきゃダメだし、あとは僕はね、思うんだけど、みんなさ、所得そこそこ取ってるでしょ。で僕もだそこそこ取ってますよ。したらさ、ね、普通車で通勤する、ね、あとパソコン買う、ね、あと、ね、洋服だってそうでしょ。みんなスーツ着てくるじゃん、会社に。お前、ね、そのスーツ の姿さ、家でお前してる？してないでしょ。これ会社で経費で認められるべきだしさ、個人の所得から控除されるべきですよ。だってこれ仕事のために買ってるんだもん。靴だってそうだろ。で家具咲かないでしょ。俺最近はなんかラフな格好してるけど、でそんなもんは全部経費で落とすべきだよっていうようなことを、ね、よくさ、あの考えられない人たち、だからあるところから取っちまうの話だし、でこれ円安になる、円安になればあの輸出産業が良くなる。だけどさ、産業構造と全く関係ない力関係でみんな国民が枯れていっちゃうっていうことね。これこれからね、まだまだ気をつけなきゃいけないよってこと。だからね、ちょっと僕あのね、たまたま地元から小泉さんいるからね、ちょっと今度一回申し入れしてさ、もうちょっとさ、政治家がね、あのバカなんだから、みんな政治家なんてさ、はっきり言って離婚はしてないですよ、ね、あの要するに、あ、小泉君がバカじゃないんだよ、ね、誤解した。あのさ、大体さ、官僚から政治家になってるやつっておかしいでしょ。官僚と政治家って利害相反しちゃうんだからさ、ね、これ別にしなきゃダメなのに、官僚出身のやつがまたこう政治家になっちゃうから、官僚主導になっちゃうに決まってんじゃんってこと。これね、政治家は政治家のちゃんと役割ね、立法府としての役割、ね、司法は司法の役割、行政は行政の役割、ね、三権分立があるんだから、それ守らなくなっちゃったんだ今日本の社会はね。絶対間違いですよ。だからね、これちょっとね、あの僕はね、今回の、まあ、金融のね、話をいろいろ調べてみたけど、これちゃんとね、正さないと僕ダメだと思うな、うん、あの本当にね、あの片やこっちはね、金ないやつに金あげて住宅買ってもらうのいいけど、富裕層の人っていうかさ、富裕でもなんでもないんだよ、不動産持ってる人だから、ただのね、その人たちがみんな首吊る世界になっちゃうよ、うん、これはね、少し是正しなきゃダメと思うね。僕はちょっとね、金融の話ちょっと聞いたからさ、ちょっとこの金融監督庁に対してちょっとね、政治家からちょっと まともな考え方をね、してもらうようにちょっとね、あの進言しようと思ってるわけ。ぜひね、ちょっとね、これあの本当に政治家の人たちが本当に動いてくれないと、ね、今のこの政策の中で官僚が作り込むあの仕組みは世間と合わないっていうことだから、まあ、ぜひね、ここのところは少しあのみんなね、あの金融機関の人だったらさ、ちょっとこういうふうに言ってみって言ってみ言った方がいいよ、自分たちの首絞めてるんだからね、まあ、と思いますね。ちょっとあの金融からね、いじんないと僕はあのね、これ今起きてるのは、今度郵便局がね、あの
要するに銀行業務を始めるんだよ、今住宅ローン組めるんだよ、これからアパートローン組めるんだよ、事業資金組めるんだよ、なってみな、これメガバンク全部お手上げだよっていうこと。もうそれはね、ちょっと危機感持ってちゃんと仕事してもらった方がいいよ。自由主義っていうのは自由な経済の中で、要するに自由経済を行って稼いだお金で税金を払うのが普通だからね、まあ、そういうのがさ、自由主義からね、ちょっと逸脱してるように思うんで、まあ、ちょっとここはね、政治家の人たちと少しね、懇親持ちながらね、ちょっと本気でこれがね、真面目に、別に献金がどうこうじゃなくて、本当に日本の経済はダメになるよってことをちゃんと言っていかないとさ、僕はダメだと思うな、まあ、そんな風に思いました、ね。まあ、みんなもちょっとこう、ね、意識して、ちょっと金融機関の人たちにもさ、ちょっと進言するような、ね、立場に取ってもらいたいと思うね、お願いします。